ルゴール。やったー！うわー！はやてチャンネル。みんなおはやっぴー、はやてちゃんです。はい、今日はこちらエレイズアクション。早速プレイしていくわ。見た目可愛い感じの 2D アクションの 2D アクションゲームですね。主人公はメロンの擬人化なんですね。今回は1ミスするごとにメロンスクワット5回の罰ゲームだそうです。いや、当たり前みたいに知らない言葉を言わせないでほしいですね。とはいえよ、プロデューサーはん、あたいのこと侮りすぎちゃいますの？私の歴史は 2D アクションの歴史よ。令和にもなって、こんなゲーム小指一本でクリアできますわ。それは言い過ぎた。さっさと始めようぜ！はい、エリーズハウスね。X でジャンプをすることができる。なるほど。Eri's lovely melon that she was so looking forward to eating has been stolen by... なるほどなるほど。はい、どうぞ。なるほどなるほど。はい、どうぞ。なるほどなるほど。はい、どうぞ。ここあんたの家じゃないの？そんな言葉とは。なるほど。なんとなくわかった。このゲームのノリがわかったよ。もうわかっちゃうの。スクワットしないといけない？いや、メロンスクワットって何？メロン持ちながらスクワットするってことね。重っ。1.5 キロあんのメロンって。1、2、このシーンいる？もうミスしない。もうわかった。もうこっからノーミスでいくから。ごめんなみんな。私のミス期待してたのかもしれないけど。Guide Eri to the goal gate. What? もうわかった。もう何も信じない。何も信じない。もうすべてを疑ってかかるから。もう何もかもをね。で、これ、キノコとか出ない。ちょ、待って待って。要素多い。要素が多いって。Did you try using the pickup button? はいはいはい。マッシュルームを投げて、より高くジャンプすることができるって。ここジャンプして越えるでしょ？どう？爆裂！私が爆裂してどうすんのよ！私が爆裂してどうすんのよ！私が爆裂してどうすんのよ！はい、ここをジャンプで飛び越えて、で、ちょ、2020年にもなって動揺して手に負えんよ。もうわかった。もうわかった。こんな感じで上に投げてってこうやってジャンプじゃ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 上に投げて上に投げて、もう積んだじゃん積んだじゃん積んだじゃん。で、このマッシュルームを持ち上げて投げて、鳥がジャンプして、おぉ鳥も私もジャンプして、ここの孔明の罠は最初に出し切らないといけない。もう絶対死なない絶対死なないここで。はいはいはい。Eri can enter bases. あー、壺の中に入れるんだね。OK! Let's go!まあ、分かってたけどね。分かってても試したくなっちゃうのがゲーマーだから、すべての死に様を見ない限り、ドワッ！喋ってる途中だから、ツッコミをしている途中だから、喋ってる途中だから、こっち。え、これ何？これを先で、わぁ！避けらんねん。これ、ストックどうなってんの？ストックどうなってんの？マジで。で、これジャンプしてこうやって、ドワー！計算し尽くされてる！もうすべて思うツボじゃん。あんたの。あんたの思うツボだよ、すべて。なんか台あるから、とりあえず取りに行くもん。取れねえ。ドワー！
欲張りをすると破滅をする。破滅の刃絶賛映画公開中で、これ飛び越えて、あーもう、一発目のゲーム実況これでいいの？こんな死にゲーやらせてくることある？あーもうこっちはね、だめだめで、下を通っと鶏はちゃんと囲っとけ、囲ってくれ、飼育をしてくれ。で、鶏飛び出し注意って、あたしは負けない。で、どう？なんだこの国、道端にそんなトゲを置くな。どんな国だ、どんな町だ。で、なんだなんだこの、このリス、怖い怖い、倒せないし。とりあえずスプリンクラーを持ち上げても、どわー、目に見えるものが全てだと思っちゃダメだから。ゲームは大切なことを教えてくれるから。熱い、なんだこの街は、トゲは生えてるし、熱湯は降り注ぐし、ああこっツッコミが追いつかない。カエルさん、オッケーかも、カエルさん、ナイスショット、カエルさん、これゴール、やったー、うわーそんなことってあんまりだよ、あんまりだ、こんなことが許されていいのか。で、どうしたらいいのこれ、あのトゲトゲっていうか、これ何、この黒い敵かなのか味方なのか。あ、爆弾じゃん。いや、スプリンクラー爆発してどうすんだよ。これにはエリーも屈伸運動するしかない。もうわかった、もうわかったが、このリスは実は触っても大丈夫とかある？あ、大丈夫と。で、このスプリンクラーを持っていき、とりあえずゴールをこう先に飛び越えると、で、先に出すと、で、先に出したところで、エリーはさ、もうトゲ出てるんだから、そのムーブはおかしいでしょ。で、スプリンクラーをやって飛び越え、爆発して、爆裂！これできるんじゃん？もう大丈夫？もう大丈夫？もうないよね？もうやめて？もうやめて？もういい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 ？ふぅ！やったー！長かったー！何回やられた？ 28 回！ 140回のメロンスクワット！行ってみよう！1、2、え？次のステージもやんの？まあやるっきゃないか。それじゃあ、レッツゴー！